ダイレックスで買い物してきました。なんと7000円超えましたよ。ねえ、まあ、あのお中元代わりのね、私は飲まないんですけども、発泡酒を1ケースと、あとはこの夏を乗り切るためのペットボトルドリンク16茶、これをね 600cc のやつをね1ケース買いまして、だからこういった大物を2箱買ったんで、まあ今日は7000円超えたよってことなんですけども、今日自体の買い物に関しては2000円弱だったかなと思いますね。あのお肉のタレ漬けと、あとはタレがついてないお肉を買って合計2パック、それから小さなおやあの野菜ですね、もやしとかネギみたいなのちょろちょろと買いましたね。でこのお肉についてちょっと今回お話したいと思いますけども、スーパーに行ってね、タレ漬けのお肉って若干安く出てると思うんですよ。でなんでねタレまでつけて加工して安くなるのかなってことなんですけども、まあ言うまでもなく、これねタレ漬けするってことはすでにね鮮度が落ちて色がちょっと悪くなってるんですよ。でそれを色をごまかすためにタレをつけて分かんないようにするんですね。まあでもお肉の業界には熟成っていう言葉があるぐらいで、なんか腐りかけがうまいっていうかね、腐ってるわけではないんだけども、ちょっとねあの火を置いた方が、まあ、旨味が出てくる部分は確かにあるんですよ。まあもちろん切りたて新鮮なやつをねパリッといって味付けて美味しいのが一番いいんですよ。でも通常の肉ってのはあの冷凍庫から出して、で切って売り場に並べて、それがね徐々に解凍されていって馴染んでいくのに、まあ1日2日かかるっていうのも苦しい解釈ですけども、まあ納得できないことはないかなってところなんですよね。はい、まあそれで今回お肉買いましてね、タレ漬けの方はまあこの後すぐ食べるんだったら美味しく食べるだろうと踏んでます。でタレのついてない方は我が家で熟成させて、またねいつかの機会に食べようかなってことです。それから今回は惣菜物も買いまして、チキンカツでっかいのをね2キュッパーで買いまして、あとはあのじゃがいものコロッケですね、これ4個入りで、これまた2キュッパーってやつですね。これを今日の食卓に載せようかなってところですね。でまたあの焼き魚とかもね、あの今冷凍庫にあるんでそれもやっていこうかなと思いますけども、まあお肉揚げ物の日があってもいいかなと、普段はしませんので、ね、はい、それではもうすぐ11時ですから、これから今日の本番に向かいたいと思いますね。だいたいこうここから 2,3 時間のこの時間でね、何がどこまでできるかっていうのが私の一日の勝負になってます。なんかね深夜はね3時ぐらいからスタートするんですけども、なんか知んないけどあんまり時間今使い切れてないんですよ。なんだろう、こんなに早く時間経っちゃったのみたいな感覚があるんですよ。以前はねそんなことなかったんですけどね。で多分この時間の感覚っていうのも慣れてくると短くなるんですよね、きっとね。あの深夜に起き出して作業を始めかけた頃っていうのは、あ、夜中に起きたらこんなにたくさん時間があるんだっていう風な感覚だったと思うんですよ。それまで寝ていたわけですからね。でも起きて作業するのが普通になると、それなりに一息つくし、それなりにまあ深夜だから時間があるしみたいな感じになるし、それなりに多くのタスクをこなそうっていう風に貪欲にもなるんで、なんかね気がついたら、あ、もう明け方だみたいな感じになってるんでしょうね。本当にだから最近朝5時半から始まるライブ放送、10分ぐらい前にスタンバイするんですけども、ちょっとコーヒー入れてもう一回席に着こうかなと思ったら1分2分過ぎてるみたいなね、そんな現象が起きてるんですよ。わあ、だから自分の時間感覚と体の中のね、世の中のいわゆるレギュラーな時間の流れにちょっとこうズレが起きてるかなっていうのは思いますね。まあそう考えたら、あの東京都知事に立候補されてね、安芸高田市から出ていった石丸市長、石丸伸二さん、本当すごいですよね。なんかその令和新選組以上ですよ。1日に10カ所ぐらい凱旋行ってるわけでしょ。すごい。いや本当に体力もあるし、もともとあんまり寝なくても大丈夫っていう風な方らしいんですけども、取材受けたりとかね、あの YouTube の対談をしたりとかね、でしかもすごいのは別に政治のブレーンがいるわけでも何でもないんですよ。自分一人で経済的な視点から世の中を見て
この日本の東京の傷んだ経済に対してどんな処方箋を引けばいいのかってことが明確で、しかもおそらく正解なんですよ。だから言うこともやることも決まってるし、コンパクトで一語一句無駄がないんですよ。なんだかね、どっちつかずの言い方をしてその場をのらりくらりと逃げて現地を取らせないようにする、いわゆる旧型の政治家とはね、打って変わってスピード感がありますね。蓮舫さんも小池さんもね、とろいんですよね、話が。一言で済むことをこねくり回して長々と言って時間を潰した上に、何言ってたか分かんねえよみたいな感じでね、煙に巻くんですよ。で、挙句には答弁拒否ですよね。で、ああいう人がね、東京都のトップに座ってるってことは、本当にね、東京都民に対して不幸ですよ。本当に不幸。石原都知事や猪瀬知事の能力の高さから比べると、本当に大人と子供みたいなね、なんで当選してんだろうと思いますよ。なんでなんだろう。東京都民大丈夫か、本当。ねえ。事故を起こしそうな方向に舵を切って事故を起こしてるじゃんっていう感じですよね。で、立ちが悪いのは事故を起こしてなおかつそれに気づかず走ってる状態っていう風に見えることなんですよね。いやはや、はい、じゃあ信号になりましたんで今日は以上にしときましょうか。令和するしをぼやきのぼやきのぼやきシリーズでございました。それじゃあ。